動画をご覧の皆さんこんにちはででですすす梅原一郎です陽宮ひなです私たちは今回文化放送で放送中の番組「レコメン」内でお送りするポケットカード提供のレコメンラジオドラマ「紡ぐ1%の初恋」に出演しましたこのドラマは初恋がテーマのちょっと不思議なラブストーリー私角間愛が演じる自分に自信がなく恋愛にも奥手な主人公立花紬が 梅原さん演じる初恋の相手榊竜星との再会をきっかけにヨウミちゃん演じる同級生の宮野凛に背中を押されながら自分を変えようと進んでいく物語です。はいということで、まあ、<laughs> 放送を聞いていただいた方わかると思うんですが <laughs>、えー、僕ら3人は、えー、翻訳のほかに結構いろんな役を演じましたね, <laughs> 実,はね実は。1> この中で第1話の段階だとヨウミさんがギャル。 ギャルをやられて結構はいあの<ー>ディレクションの言い回しと結構似せてやってみておりますので <laughs> ギャルにもいろんなタイプがあるし、ね、<laughs> あとね店員はちょこちょこ、ね、やらせていただいてるので,で、ね、馴染んでたのかもしれません、はいえー、そしてですね今回のラジオドラマはポケットカードとのタイアップとなっております。ポケットカカーードドがが発行するこちらカードは毎日のお買い物が請求時に自動で 1%, 1オフになるということで1がキーワードとなる初恋の物語です一歩前に踏み出す勇気がもらえるラブストーリーぜひお楽しみください エコメンラジオドラマつむぐ1%の初恋は現在文化放送公式 YouTube チャンネルにてアーカイブを配信中です。えー、聞き逃してしまった方ももう一度聞きたい方もぜひそちらでご覧いただけますと嬉しいです。はいということで以上角松愛と梅原雄一郎と楊美雅ひなでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。